はい、どうもこんにちは。今回はリフトアップ、リフティングの上げ技の一つをやりたいと思います。今回やるのはヒールリフトですね。ヒールリフトの中でもネイマールがよく試合でやってるようなボールを足で挟んで上げてあげるタイプのヒールリフトをやりたいと思います。まずやってみます。ボールを足で挟んであげて、それを上げます。この技ですね。でポイント2つ覚えてください。1つ目がボールを足で挟んであげて、それを膝を曲げながら上に、その勢いを使って持ってくる技なんですけど、挟んでるボールを膝を曲げながらどのタイミングで離すのか、このタイミングで間違ってしまうとボールがいろんなところに行ってしまったり自分の体に当たってしまうので、ボールを離すタイミングを掴んであげることが一つ。二つ目がさっきのやったのをもう一回見てもらうと分かると思うんですけど、挟んで上げるときにただ膝を曲げるだけじゃなくてひねりながら上げてます。ひねりながらやることでボールを前に持ってきやすくなるので、例えば試合でこの技を使って相手を抜きたいというような時にも、このひねるのがないと相手の頭をうまく越えていってくれます。なのでこのひねるっていうのは非常に重要なので、ひねるのですね、二つ目のポイントとしてよく覚えてください。はい、やってみますね。挟んで膝を曲げてあげながら体をね、はい、ね、はい、これができるようになると試合の時もね、相手ヒールリフトに向けたらすごいかっこいいので、ぜひたくさん練習してみてください。またねー。